今回はマリオカート DS で初めて提案された Wi-Fi 通信を使った対戦機能も12人同時対戦可能になるなど、さらに充実します。また課題であったマッチングのスピードアップにも取り組んでいます。そして今回のマリオカートでは二輪車も登場します。多彩な車とコースで多彩な遊び方で、できるだけ幅広くいろいろな方々にレースを楽しんでいただくということを期待しています。マリオカートは2008年春に発売予定。